Ryan Little. こんにちは、マーブラジオのしゅんです。今回はですね、シティボーイの誘惑を、マーブラジオ本編から切り離して、お届けしようという、今週からですね、お届けしようということになりまして、シティボーイの誘惑を、撮っております。でですね、この動画を見てらっしゃる方はもうご存知の通りだと思うんですが、マーブラジオ本編は日曜日の朝に、YouTube、Spotify 等々の、ストリーミングサイトで、更新されてまして、今までは、マーブラジオとともに、シティボーイの誘惑として紹介していたんですが、今回シティボーイの誘惑は、水曜日の朝に移動して、Spotify とかではですね、配信せずに、YouTube のみで配信することに、ちょっとしてますので、またこちらもですね、ご愛聴いただければなと思っております。シティボーイの誘惑に関しては、Spotify などでは配信せず、YouTube のみで、配信する、予定ですので、ぜひぜひですね、YouTube のチャンネル登録だったりとか、動画の高評価いただければなと思っております。前回もさせていただいたんですが、ソーリーやブートレグプログラムの、チャブさんのご好意でですね、サングラスのプレゼント企画を今、進行中でやっております。そちらの、応募がですね、8月の23日日曜日までとなっておりますので、ぜひぜひですね、抽選の、応募概要を、よくよく、ご覧になっていただいた上で、インスタグラムですね、インスタグラムを使用して、抽選に、応募いただければなと思っております。今現在もですね、たくさんのご応募いただいてまして、まだまだですね、ご応募いただければなと、大変人気のあるサングラスですので、ご応募いただければなと思っております。今回のシティボーイの誘惑は、先日紹介されました、シュプリームの2020年、オータムウィンターのコレクションについて、ご紹介していこうかなと思っております。マーブラジオをですね、ご覧になっている方は、もうお分かりだと思うんですが、私ですね、大のシュプリーム好きでして、まあ、マーブラジオ収録している時も、着用したりする機会とても多いですし、普段からですね、とても、まあもちろん服もそうですし、アクセサリー等々、大変愛用しているんですが、まあ、シュプリームは、本編でも いずれ紹介はしたいなと思っていて、まあそれは、いつになるかちょっとまだ分からないんですけれども、今回は、鉄は熱いうちに打てということで、先日出たですね、2020年のオータムウィンターのコレクションをちょっと、一緒に見ていていけたらなと思って、まとめましたので、今回のシティボーイの誘惑としてご紹介できればなと思っております。シュプリームはですね、ご存知の通り、もちろん、服というかウェアのブランド、がウェアをメインにされているブランドだとは思うんですが、僕が、毎回毎回ですねチェックしている一番、楽しみにチェックしているところはアクセサリーのところになってまして、今回はやっぱり、コロナウイルスの影響もあってかものすごくアクセサリーが、内寄りというか、家の中で使えるものがとっても多いなという印象を受けまして、その中でもやっぱ特に面白かったなと思ったのは、シュプリームの、歯磨き粉ですね。シュプリームの歯磨き粉が出るんですけれども、これはすごい、個人的には欲しいなと思いました。多分日本で発売されるかどうかちょっとわからないのですけれども、もし発売されたら、買おうかなと思っている一品ですね。コルゲートとのコラボで、歯磨き粉になってますが、コルゲートといえばですね、もうアメリカでは、まあ、日本で言ったらクリアクリーンのようなもう完全なるド定番の歯磨き粉で、まあ確かに言われてみればこういった色味だったなっていうので結構うまくシュプリームのロゴも入っていて、これは結構だいぶ欲しい一品だったかなと思います。はい、あとアクセサリーで言えば、スプリングサマーでは、ジップロックがコラボとして出てましたが、今回はネームタグとの、秋冬ではネームタグとのコラボも出てまして、またこれも100枚セットで、1パックで売るのかなになってまして、これも、別に何に使うっていうのはちょっとわからないですけど、まあちょっと買っておいて何かに貼ったりするのも面白いかなと、思いました。まあウェアの方にも少し、目を向けていきたいと思うんですけれども、ウェアに関しては、まあ、もちろんシュプリームっぽいシュプリームを着るっていうのも、一つ選択肢ではあると思うんですが、シュプリームっぽくないシュプリームを着るっていうのも、個人的にはすごい、
面白い部分で、まあ、シュプリームってものすごく派手な、ラインナップも取り揃えてますけれども、とても、地味というか、シックな、ラインも、個人的にはすごくあって、例えばですね、この今出てますかね、カーディガンが、今回リリースされるんですけれども、黒のカーディガンはとっても、まあ、シュプリームっていうの分かりづらいというか、ぽくない、シュプリームっぽくないアイテムになってまして、これも非常に、ウェアの中では、僕の目を引いたアイテムになってまして、あとはシャツですね。この、パッチワークの、オックスフォードシャツも、個人的にはとっても良くて、一番表に出てるのが、このなんていうんですかね、青とか、いろんなオックスフォードの色地を合わせたパッチワークになるんですけど、これの、単色、白だったりとか、グレー、黒の単色のパッチワークシャツは、とても、同じ色で作られてる、パッチワークになるので、とても、いい派手さが、いい塩梅で消えていて、かつちょっと面白い作り込みが入ってるって意味で、とてもいいウェアになってるんじゃないかなと思います。シュプリームといえば、今僕も、シュプリームの T シャツ着てますけれども、 T シャツも、とても有名な、ブランドになりますので、 T シャツの、ところもちょっと説明していけたらなと思ってます。一番個人的に、面白いなと思ったのは認証の、T シャツというか、認証画面の T シャツが今回リリースされることになっていて、見たことある方もいらっしゃるとは思うんですけれども、この中から木を選んでくださいっていう、ロボットじゃないっていうボットじゃないのを、判断するために、作られているシステムみたいなのが、あると思うんですが、それを模した、この中でシュプリームを選んでくださいっていう9枚の写真からシュプリームのボックスロゴが、写っている、これは壁なのかな、壁の写真が、右上に配置されている T シャツが今回リリースされるんですが、これは、非常にシャレが効いていて面白いかなと思います。個人的に、魅力的だなと思ったのは、ビーニーの、2種類のビーニーがありまして、まあ、形はおそらく普通のビーニーなんですけれども、ですね、だいぶ言うならば、プラダのリネアロッサと言われるですね、プラダスポーツとも言われる、プラダのスポーツラインの、コレクションが、昔、今は、ないんですけど、昔あったんですけれども、まあ、それがですね、象徴的なデザインとしては、黒地に、赤い、ブランドロゴをくっつけた、ラバーのブランドロゴをくっつけたのが、特徴的な、プラダのスポーツラインになるんですが、その、スポーツラインにとってもこうなんというか親近感というか、近しい感じを、見受けられたのがこの2種類のビーニーでして、個人的にはとっても、欲しくなったアイテムになります。もちろん黒地に赤っていう、まあ、もちろんシュプリームで今までよくあったカラーリングでありますが、その中でもこういった、ラバーのパッチとパッチを、ビーニーにくっつけるっていうのは、非常に面白い施しですし、まあ、もう一つのビーニーに関してはこの、ネイビー地に赤っていう、非常に面白いというか、まあ、定番ではあるんですけれども、あんまり今までなかったシュプリームの、形かなと思ったので、この2種類は非常に気になった2種類ではあります。非常に駆け足で、ご紹介してまいりましたが、今週のシティボーイの誘惑はシュプリームの、2020年、オータムウィンターのコレクションについてレビューをしてまいりました。簡単にですかね、はい、レビューをしてまいりました。ぜひぜひですね、YouTube のチャンネル登録だったりとか動画の高評価いただけますと幸いです。それでは、日曜日のマーブラジオ本編でもお会いいたしましょう。お相手はシュンでした。ありがとうございました。